おはようございます、西田渉です。今日も iPhone16 Pro で収録なんですけど、なんかマイクの調子が良くなったというか、昨日ドリキンさんの最終日の Vlog 出したんですけど、いや結構いいなっていう、なんかステレオにして収録してるのかな、空間で前モノラルだったんですけど、意外とステレオの方がなんか音いい気がしてます。まあこの外音の取り込みも含めてね。なので今日なんですけども、じゃん、今風吹いてる、風切り音も結構いい感じなんですよね、この16 Pro がね。でアップステアーズギャラリーで、もう5冊が終了っていうことで、今日はドリキンさんの5冊の撤収に早速伺っていきます。ちょっと出遅れました、あのメインチャンネルの収録をしていたらギリギリで、あ、おはようございます、よろしくお願いします。お疲れ様です、おはようございます、おはようございます、すいません、よろしくお願いします。こんな形で、あの盛り上がったドリキンさんの個展の会場が撤収ですね。楽しかった思い出が蘇ります。こちらが展示していたドリキンさんの作品ですね。こちらをドリキンさんにサンフランシスコに持って帰っていただいて、ドリギャラリーに展示していただくと、こういう形でいこうかなと思ってます。すごい、約40点にわたる展示作品が完全にフリーの壁になり終了でございます。さてドリキンさんの会場の撤収が終わり、私は日比谷へと移動してきました。昨日出した、M11D がもう、ね、1日で距離計レンジファインダー調整していただいたってことで、受け取りに伺います。の前にご飯、いかがでしたかね。昨日のこの iPhone16 Pro で撮影したローデータ、写真データ、西田塾の方でデータ加工の模様をお伝えしてるんですけど、まあ、結論、まあ、あのクオリティだったらまだ1日のキャノンとかのコンデジの方が、まあ、いろんな総合的にあの操作性も含めデータの質もクオリティも含めてってなると、僕はやっぱこの iPhone16 Pro に関しては改めてこのムービーを収録していく、 Vlog 用の収録機器として使っていくのが改めていいのかなというふうには思ってますね。空間オーディオじゃなくてモノラルでもなくステレオで収録すると、外音の取り込みなどが非常に優秀なのかなという感じ。しかもあのメインカメラを使ってメインカメラで収録していくと、かなり音声クオリティかなりいいなと思ったんですよね。このインカメもそうなんですけど、なので改めてちょっとオズポケ3の頻度減るかもしれませんぐらい、マイクの性能が風切り音対策も含めてめっちゃいい。じゃあ西田家御用達ディアミッドタウン店、普段六本木ヒルズなんですけどね。じゃあ今 4K30 で酔っちゃったので固まりました。いただきます。3日連続かもしれないライカストア、ありがたや。でも早急に調整していただけて本当感謝です。じゃあなんと復活、かっこいいです。ちょっと無限チェックします。はい、今無限を確認したんですけども、バチッと合ってくれるようになりましたね。まあちょっと近接のところはちょっと斜めからピントが合ってくるようなレンジファインダーになるのかな、遠距離をちょっと意識し始めると。 M11 モノクロもちょっとその傾向があるんですよね。ですがやっぱ無限が合ってないとね、ちょっと本当に近接って取れないので。でもこれで今開放でバンバンさっきテストしたんですが、あの1メーター2メーターの距離もガチッと合うようになってきたんで、これでいいかなと思います。楽しみます。改めて M11D スタート。